債は高騰するんですね。10%に上がるじゃないですか、消費税ね、来年。ねえ、来年。でも来年の10月消費税上がったらどんな感じになっちゃうんでしょうね。例えば1万円札に1000円札をつけなきゃいけないってことでしょ。そうです、お札にお札が、まあ、8% よりも計算は楽になるから、うん、その点ぐらいですよね、いいのは。そうですね、計算もいいじゃないですか。でもなんかすごいなんか高くなったような感じしますよね。結局ね、お札にお札ですもん。お札にお札ですからね。いや、そうですよ。ね、10万円が11万円になっちゃいます。ですよね。あ、ところで先生、同窓会はいかがでしたか。同窓会ですね。お天気はどうでしたっけ。お天気は良かったです。はい。本当ね、お誕生日も、はい、あの祝っていただいてですね、もう本当にあの、まあ、最近ではもう最高のっていうふうな形で言えるんじゃないでしょうかね。やっぱりその回で、はい、あのケーキとかも出てきたんですか。ケーキはねあれですけどね、まあ、とりあえずもう本当にね、まあ、誕生日だっていうのをみんなしてますから、で乾杯乾杯でね、あれかーみたいな形でなんか楽しそうなんか本当そういうような形の中では、うん、なんかこう何年ぶりにお会いになった。ね、あの仲間で本当にあの親しい人間に関しては、まあ、あの数年ぶりっていうのはありましたけど、本当に卒業して33年ぶりのやつもいました。へえ、はい、ですから本当に分かります。あのね、あのなんとなくこうあの分かるんですけど、あやっぱり変わったなとかって言いながらも一緒にこう時間を共有するじゃないですか、うん、そうしたら蘇ってくるんですよね。あ、やっぱそこがいいところですよね。ああ、まあ、最初はあれ誰だったかなとかって、うん、で誰だよっていうふうな形になるじゃないですか、うん、ああとかっていうふうな形で、で話したりなんかしてると、うん、蘇ってきてあの当時のっていう、そんな感じですね。ですからもう本当に33年って言いましたら、やっぱりまあ男性で言えばこうね、髪が薄くなってきたりとかって、もう太ったりとかって体型が変わってるような人間もいるわけですよ。だから最初こう見ても、うん、なんかえっていうふうな、もう変わったなみたいな形で言って話してるうちに蘇ってきて、なんか気持ちもね、なんか高揚してっていう、なんかあのやっぱり同級生と話すと、はい、普段他の周りの人と話す感じとなんか違う自分になりますよね。幼い自分に戻りますね。そう、もうタイム、まあ、タイムスリップしたような形で、もう本当そんな感じですね。なんかいつもでしたらね、なんか仕事の関係でなんか大人の自分がいて、大人の自分がいて、大人同士のっていう、もう本当に同窓会でしたらもう本当にあの当時のなんか感覚で、肩の力抜けて、ああ素敵なみたいな形で、はい、もう本当になんか、いつもの誕生日たちは本当にね楽しかったですね。されてます、はい、もう本当に最近の誕生日とはちょっと違ってっていう、なんか毎年会うといいですね。ですね。でも何年かに1回、そうですね、はい、はい、じゃあ間もなく帰りますね、はい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 。